ます。おはようございます。どこですか？ここ今日は君の名はで知られる岐阜県の飛騨、飛騨に来ました。高山ですね。高山です。はい、ということで、はい、高山駅はあんま何もないみたいなんですけど、はい、君の名はの聖地を巡っていきたいと思います。君の名はですか？これこれは評価って書いてますけど違うみたいです。あ、見つけた。あった。結構ちっちゃめ。あ、君の名は店。あ、見てこいつ。あ、これ見て。あ、でもこれこの駅じゃないみたいで、こいつおるの。そうなの。うん、今あっちとかだ。飛騨ラーメン、駅からすぐそこですね。駅からすぐそこですね。行ってみたいと思います。何ラーメンですか？これは飛騨ラーメンです。はい、すごい湯気が、うん、おいしい。あっさりしてる。あっさりしてる。食べた。高山は何もなかったんですけど、はい、なんか違う駅にその君の名はの場所があるみたいな。ここは君の名はの神社のモデルになったところです。何神社でしょう？それがちょっと分からない。宮水神社のモデルになったところですね。何回見たんやったっけ？結構見た。3回やろ。すごい。けどなんか確かに大体似てるかも、うん、なんかそんな、なんかそう言われてみると似てるような気がする。こんな感じ。この神社って大体こんな感じよな。飛騨図書館に来てます。撮影は許可を得てしないとダメみたいです。難しくないです。こんなんできると思ってへんかったです。です。で、これ鏡って言うんですか？あのね、多分あの昔のやったの鏡とかってよく、はい、あの丸いあので銅とかなんかでできた鏡って知らないですか？知ってるかもしれない。かわいい。ちょっとだけでコロコロコロっとしてあげてください。完成しました。はい、かわいい。組紐作りしてきました。後ろにポスターある。あこれめっちゃいい。キーホルダーかブレスネットか。ブレスレイヤーで電車の少なさ。あ、この感じやな。あー、こんなの美味しい。美味しい。こっちからこうです。そう、アニメーションと同じ。なるほど。舐めてた。いや、な、いつも舐めてた。というわけで、ここで終わりです。Hehehehe
くりぐりはここで終わりです。チャンネル登録と高評価ボタンですね、お願いします。お願いします。